スワードは、アメリカ合衆国のアラスカ州、キナイペニンシュラ郡にある都市。2005年の推計人口は3016人で、アラスカ購入で知られる、第24代国務長官のウィリアム・スワードにちなみ、名付けられた。ロシアンイコールアメリカン社の前身である、シェリコフイコールゴリコフ社のアレクサンドル・ワラノフが1793年に、リザレクション1の深部に毛川攻易賞を置いたのが、 街の始まり。ロシアに雇われていたイギリス人船大区のジェームズ・シールズはこの地で小舟、フェニックスを建造し、これはロシア領はアメリカで最初に作られた船となった。アメリカ合衆国国政調査局によると、この都市は総面積55.8平方キロメートルである。このうち37.4平方キロメートルが陸地で、18.4平方キロメートルが川や、 湖などの水域である。総面積のうちの32.93%が水域となっている。近くにはベアクリーク、ロウエルポイントなどの小さな集落がある。基幹産業は漁業で全米海洋漁業サービスによると2004年度のスワード港の魚介類出荷額は4970万ドルに上る。また観光業も地域経済を支えている。 夕シべりで産出され、アラスカ鉄道によって運搬された石炭がこの地で、船に積み替えられるため、鉄道、オーロラエナジーサービスが多くの住民を雇っている。2000年の国勢調査によると、この都市には2830人、917世帯、及び555家族が暮らしている。人口密度は75.7、平方キロメートルで28.3、 平方キロメートルの平均的な密度2058件の住居が立っている。人種の構成は白人72.12%、黒人2 4 4先住民16.68%、アジア系1.84%、太平洋諸島系0.18%、その他の人種0.88%、根結5.87%で、 2.40%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。この年に住む917世帯のうち35.7%は18歳未満の子供と暮らしており、44.6%は夫婦で生活している。12.1%は未婚の女性が接待種であり、39.4%は家族以外の住人と同居している。 30.8%は独居で、全世帯の7.1%は65歳以上の独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.40人であり、家庭の場合は3.04人である。住民は21.9%が18歳未満の子供で18歳以上24歳以下が9.0%、25歳。 以上44歳以下が35.9%、45歳以上64歳以下が25.7%、及び65歳以上が7.5%となっている。平均年齢は37歳である。女性100人に対して男性は150.2人で、18歳以上の女性100人に対しては男性は166.6人にいる。 世帯ごとの平均収入は44,306ベイドルで、家族ごとでは54,904ベイドルである。男性の36,900ベイドルに対して女性は35,08ベイドルの平均的な収入がある。一人あたりの収入は23,60ベイドルである。総人口の10.6%、家族の8.3%は貧困線以下である。 18歳未満の子供の12.7%及び65歳以上の7.9%は貧困線以下の生活を送っている。ナショナルスーセニックハイウェイ、オールアメリカンロードの両方に指定されているスワードハイウェイの南端の町で、その道路を通るバスも出ている。また、アラスカ鉄道のターミナル駅があり、南の終着駅になっている。港は、 クルーズ船の北の終着港になっていて、デナリなどの観光地を目指す乗客は鉄道に乗り換えて、北に行くことになる。かつては、アラスカマディンハイウェイも就航していたが、2005年をもって打ち切られた。現在そのフェリーを利用するには、北へ 150km 行ったところにあるホイッティアカハイウェイを 250km 行ったホーマーまで行かなければならない。スワードは自転車に、 とても優しい町でもあり、商業地区から港までのハイウェイ沿いには7 5トルにわたり、自転車専用道が設けられている。レンタサイクルもあり、自転車ツアーも行われている。スワード空港からは、機内の機内市営空港とアンカレッジのテッドスティーブンスアンカレッジ国際空港に便が出ていて、季節によっては連絡バスも出ている。この他町の周囲が、 キーナイフィヨルド国立公園に指定されており、とりわけエグジット氷河には容易にアクセスできる。公園内をボートで巡るツアーも催されている。ありがとうございます。